若菜ちゃんが帰宅したところでモニタリングスタート。お母さんはおやつにチョコレートケーキを出してお出かけ。じゃあちょっと行ってくるね。はい、わかりました。えらい、美味しそうなケーキだね。お母さんがいなくなり、一人で美味しそうなチョコレートケーキを食べようとした瞬間、若菜ちゃん、こんにちは。こんにちは。こんにちは。かわいい。私、私、ほら、若菜ちゃんの目の前の、あ、わかった。え、誰だと思う？チョコレートケーキだ。やったかわいい。若菜ちゃんとおしゃべりしたくて、チョコの国から来たんだよ。チョコの国ってどういうところなの？まだ状況は理解できていないが、冷静な質問をする若菜ちゃん。でも怖がってない。チョコ好き？うん、大好き。イチゴのチョコレートとか。うん、ホワイトチョコとかミルクチョコとかがあって、とっても美味しいから、うん、すごい大好きなんだ。かわいい。ありがとう。マジで。バレンタインには幼稚園の子にあげたりとかしたの？うん、4人の男の子にあげちゃった。その後も大好きなチョコとのお話は続く。しかし若菜ちゃんは次第にそわそわし始めた。そして私おしゃべりしてたらなんかお腹が空いちゃった。やっぱりチョコレートケーキを食べたい若菜ちゃん。食べたいよね。そこでケーキから一つだけお願いが。ケーキちゃんが喋れること大人に話したらびっくりしちゃうかもしれないから、それだけは言わないでほしいの。うん、わかった。秘密だよ。うん、わかった。とチョコレートケーキと秘密の約束をした若菜ちゃん。すると、いっぱい食べてみよっと。うん。結構躊躇ないんだね。うん、おいしい。我慢したかいあって、その美味しさもひとしお。すごく美味しくて、これにカワワ、とんとんで、カワワ伝えないと。チョコレートが、うん、ふわふわで、すごく美味しかった。ありがとう。と、その美味しさを報告しつつ、大好きなチョコレートケーキが止まらない。そして、肉みたいに食べるじゃん。最後の一口。待て！あ、ん？ちょっと待て！何？何？これで。今更何？みたいな感じ。これだね。寂しい。チョコちゃんも寂しい。別れを惜しむチョコ。しかし、最後の別れより、その美味しさにチョコケーキを完食した若菜ちゃん。でも最後に、ママが買ってくれたらまたねおしゃべりできるから、ママが買ってきたお店で待っててね。あとケーキに優しい一言をかけたところで、お母さんが帰宅。果たして誰にも話さないでという約束を若菜ちゃんは守れるのか。ねえねえねえ、さっきからさ、いろんななんか声もしてたしさ、なんか、ママに隠し事してない？ねえ、何もしてない。何も何も。わかりました。しっかりチョコレートケーキの約束を守った若菜ちゃんでした。